コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、ちょっと要望が、多数あったんでね、一応ねちょっと自分の、フィギュアを紹介していきたいと思います。まあその中でもね、まあ今回は、まあねドラゴンボールということでね、ドラゴンボールフィギュアのみを、ご紹介していきたいと思います。まあね、その他のご要望があれば、別の、フィギュアとかも紹介していきたいと思いますが、まあね、何しろ、動画アップすると、ドラゴンボールのフィギュアが一番再生回数がいくんでねはい、他が全然伸びないんで、まあドラゴンボールを中心に、紹介していきたいと思いますんでね、ではね、とりあえずどんな感じで飾ってるかとかね、まあショーケースとかね、そこのところも、含めて、見ていただければなと思います。はい、ではね、早速、まあ順番にね、まあちょっとね、まあ早く、紹介するかもしれないですね、ちょっと動画の時間上ね、うん、まあ気になる方は停止ボタンを押してね、見ていただければなと思います。はい、では、早速見ていきましょう。はい、コレクションケースの、一つ目なんですけれども、一番下の段ですね、一番下の段には SMSD と、ベジータ親子ギャリック4で、状況はこういう感じで撮っています。はい、まあね、ひな壇にこう飾ってるような、状況ですね。はい、こういう感じです。はい、では次の段へ行きます。この上です。はい、続きましてこの段、前回ご紹介した、身勝手の極意兆しの悟空がこの段に鎮座してます。はい、で、ここに、シリアルカード、はい、で、UFO キャッチャー版のやつですね。はい、ここら辺はもう、身勝手の極意ゾーンですね。はい、で頭部ね、でまあここはね、まあ閉めても大丈夫なようにねしてあるんで、このまま押せばこう光りますね。いやーやっぱすげえかっけえ、すげえなー、うわかっこいい、めっちゃかっこいいよこの僕。いやーいいね。はい、はい、で、続きまして上の段ですね。はい、はい、こちらはね、グランジスターシリーズですね。はい、こちらを飾ってます。はい、こういう感じですね。はい、続いて上に最上段です。最上段に行くと、こういう感じで、スーパーサイヤ人4形態の、フィギュアを飾ってます。はい、まあベジータ、悟空、ゴジータと、まあね、シリーズは違うんですけれどね、うん、まあベジータとゴジータは同じシリーズですけれども、まあ、この段はね一応空きを作っているんですけれども、まあ、もちろん SMSP の、悟空スーパーサイジン4を飾るために、この段は設けてあるようなもんですね。いやこの段に早く SMSP の、悟空4わー早く飾りたいな。でもちゃんと弾けるかどうかが不安なんですよね。はい、
じゃあね、ちょっと次の段に行きましょう。はい、はい、別の段っていうか別のあれフィギュアのあれなんですけど、まあここもね前、まあ、前に紹介しました、プレパンのね HG の、力の大会編のフィギュアですね。こういう感じで飾ってます。はいはい、続いてはね、2つ目の、ケースですねの、一番下こちらはね MSP の悟空を、3色、飾ってますね。通常が一番右ですね。で、チョコレート海外チョコレート版、はい、で、こちらがカラー違いのねちょっと薄い感じの色のやつですね。確か彩色大会で優勝した、色のやつだと思いますね、はい、チョコレート版かっこいいよな、すげえかっこいい。はい、で、続いて、上の段が SMSP のベジータですね。はい、ABCD とね、はい、取り揃えておりますね。いやかっこいいね、こう飾ると壮観ですね。やっぱベジータはねこの 2D 二次元がねすごいかっこいいんだよね。すごいなんか合ってる、うん、で、この上の段上の段に行きますとじゃじゃじゃんとね、はい、悟空の方ですね。 SMSP 悟空、はい、こちらがね、全色揃えてますね。中国のね、新設のやつですね、はい、の、二次元で、こちらが、ゲームのね、同梱版のやつですね、ゼノバース2の、はい、であとはこっからこの後ろからね ABC で、二次元、いや見えづらいな、ちょっとね本当見づらくてごめんなさいね。ちょっとね狭いんですよ部屋が、うん、まあ、こういう感じでね、全部揃えてますね。で、ドラゴンボール店で買った時の、ポストカードを飾ってます。はい、このターンはこういう感じでねぴったり収まってますね。はい、で上の段、まあここにね、一番くじのお皿こういう風に飾ってますね。すげえ落ちそうな、すげえ微妙なバランスで収まってますけどね、まあおそらく地震が来たら落ちますねで、上の段はねあれですね、フィギュアーズゼロ EX、そのシリーズですね、ブーに、悟空砲でトランクスベジータで、悟空3、はい、という感じですね。では、次のケースいきます。はい、このダウンもね、一番これは一番上ですね、はい、これは HGDG、ハイブリッドグレードだっけ、うん、まあ小さいやつですね、小さいシリーズを、揃えてますね。はい、ちょっと途中で切れちゃいましたけれども、はい、これはね、セルとピッコロがマントと羽がついてないということを言いたかったんですね。はい、
じゃあ続いて下の方行きますと、はい、一番くじでゲットしたね、動画を、見ていただいている方なら分かると思いますけれども、身勝手の極意悟空とロゼ、そしてスーパーサイジン悟空、はい、で、シェンロンに、メタルクーラープレ版限定です。でここもプレ版限定、はい、でこれはね、ホビーオフで買いました。ゆらゆらゆらりんこ悟空ブルー、はい、で下の段行くと、はい、あられちゃんにランチ、あられちゃん、そして、ガタガタベジータ、そして、ジャンプ限定セレクション、その、いくつか、その後かな、スーパーサイエティン悟空、はい、でこれが、噂に名高い、プルービーの親子カメハメハです。後ろにね、マグネット式のああいうのをつけてます、ね、つけて親子カメハメハのねこの絵をつけてますけど、はい、かっこいいんだよねこれマジで、すげえ出来、まあ、もちろんね正規品です、これね海賊版すっごい手回ってるから皆さん気をつけてくださいね。こうご飯がねちゃんと歯を食いしばってるからね、偽物の 歯がちょっとね開いちゃってますから、はい、こういう感じですね。では、この下の段いきます。はい、この下の段はね、一番くじと、デスクトップリアルマッコイと、造形とかのプライズですね。まず奥は、トランクス、デコテンクス、スーパーサイジン3、デコクのスーパーサイジン3で一番くじでゲットした、身勝手の極意と、兆しで、これが、デスクトップリアルマッコイで、この後ろにね自転車、自転車に乗ってるねゴンプがいるんですけれども、はい、こういう感じですね、うん、で、もう一個下の段行くと、はい、これはもうフリーザ戦をね、意識した段ですね、まあ、このね親子の悟空とバーダック親子、これも出来がすごいからね、はい、でフリーザの一番くじに、前にも紹介しました、最近のプライズのやつですね、悟空と、フリーザ、うん、マッチメイカーズだっけ、はい、で、またその下の段行くと、ジャンプのやつとね、あとは悟空のねカメハメハのやつで、これできるよねこの悟空を飲んでる悟空、あ、帽子が落ちてる、はい、こういう感じですね、はい、が、以上の棚ですねこれがね、はい、では次いきます。はい、次はね、まあ、UG ですね。まあ、前回もご紹介しましたけれども、まあ、さーっと見ていきますね。前回紹介してますんで。はい。で、あられちゃんのジオラマ。はい。これ気に入ってます。はい。で、次いきます。はい、続きましてはね、これは新たに入手した棚なんですけれども、こういう感じでね、閉店するお店がね、セールやってて、あとそのねお店のディスプレイも売られてたっていうのでこちら購入しました。
これ多分ね、ここで仕切りがついてるってことは、多分あのボールペン入れだと思うんだよね。作家屋なんで、多分ここにボールペンとかシャーペンとか入れて売られてたと思うんですよ。それがね、売られてたんですよ、この棚が。しかもこれ結構でかいんですけど、まあ、買った時も持って帰るの大変だったんですけどね。これがなんと800円で売られてたんですよ。あ、ラッキーと思ってね、もう思わず買っちゃいましてね、持って帰るのをちょっと苦労しましたけど、いやもうこれがね、あのパカッて外れるんで、あのちょうどね、あのワーコレにちょうどいいんじゃないかなと思ったんですけど、まあ自分ワーコレ持ってなかったことに気づいてワーコレ集めてないんですよね。だからね、今回出たね、この、ね、ディフォルなんだっけね、アドバージュ、違ったアドバージュだった、はい、の、このシリーズ、これを入れましたらちょうどいいんですよ。しかもね、ちょっとね、これをカットしまして、こう蓋にしたんですよ、はい、プラバンカッターで切って、まあ、ただね、ちょっと上がね余っちゃって浮いちゃってるんですけどね、ちゃんと蓋になってないんですけど、うん、まあ、とりあえずっていう感じでこれを収めてますね、はい、で何を飾ろうかは今悩んでる最中って感じですね、はい、まあこれが一番いいかな、まあ、突き抜けちゃうけどね上に、まあ、でもちょうど箱でポンって入れるにはちょうどいいかもしれない。いっぱい飾れて爽快だしね、これ飾れたら、はい、では次いきます。はい、続きましてはね、トランクスということでね、まあこれも海外の、ガレージキットですね。はい、かっこいい、めっちゃイケメンこのトランクス。まあ大きさはね、これと比較してもらえば分かりますけど、めっちゃくちゃでかいです。でここにね、すっげー出来がいいね、トランクスの優勝作品のね、バロックさんでだって、バロックさんのね、はい、バロックさんでね、うん、とも比べれば分かると思いますけど、めちゃくちゃでかいんですよ、これ。うん、で、その隣、はい、有権爆発ってことで、ここにね、イマジネーションガチャガチャのね、あれがありますけど、はい、エクシードのやつですね、はい。龍拳爆発、これが飾ってあります。ちょっと角度変えてみますか。はい、こちらがね、龍拳爆発の悟空なんですけれども、さっきのトランクスと比べてもね、大きさがほとんど変わらないぐらいトランクス大きいんですよ。でね、もうすでに発光ギミック発動させてます、はい、目も光ってます。ではね、分かりやすくまた電気消してみましょう。はい、こういう感じですね。いや、めっちゃかっこいいでしょ。うわうわ、シェンロンの目がすげえかっこいい。あのね、トランクスは発光ギミックはないんですよね。それがちょっと残念かなと思うんですけど、いやすげーなー、素晴らしい。はい、ということでね、まあとりあえずちょっとね、またこれがまあ大体ほとんど全部ですね、今飾ってあるのはね。じゃあちょっとね、また全体的にね、どんな感じかパーって見ていきましょう。はい、下からまたこういう感じでね、飾ってるっていうのをパーって見ていきます。はい、で続いて、はい、こちらですね。はい、でここに
にね UD が飾ってあるのを言い忘れましたね。でその隣なんですけれども、その隣に、これを飾ってありますね。こんな感じで、次がね、こちらにねリーザとか飾ってあったボックス、ブルービーのね親亀と、いう感じで、飾ってあります。で、その上を行くとね、タペストリー飾ってあるんですよ。これは昔の当時の販売してたタペストリーですね。で横にずらすと、ここら辺のねフィギュアがありまして、でその横に、トランクスで悟空龍拳爆発、といった感じで、引きで見るとこういう感じですね。トランクスと龍拳爆発悟空、いやーいいねー。こんな感じで飾ってあります。という感じでね、いかがでしたでしょうか。自分的にはね、フィギュアあまりにもね数が多いんでね、一回紹介したやつはまた箱に戻して、借りてる、コンテナの方に移したりしてるんでね、今日紹介した分以上に、コンテナにはいっぱいありますんでね。ただやっぱ飾るスペースっていうのがね限られるんで、ちょっと入れ替えとかね、そういうのが頻繁に、してます。なのでね、今のその時間とかね日にちとかで、全然、様変わりしますんでね、またね、機会があれば、更新していきたいと思います。ということでね、今回は、以上ということで、紹介してきましたけれども、本当に別のフィギュアとかもねご要望が多数あれば、紹介していきます。今回はドラゴンボールフィギュア紹介ということで終わらせていただきたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。